あの中に？そのはずだ。どうする？敵情視察、そのための監視ポイントを探す。なーに、カッコつけてる。トイレの中からダクトに入るって話だろ。トイレはどこですかって聞きゃいいじゃねえか。必要ない、自分で探すさ。ここ女性用だよ。じゃあ待ってるね。あ、目立つだろ。ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、うん、まあそうだね。ああ、よかった。誰もいない。スラムのトイレを見せてやりてえぜ。ダクトを探そう。これか。俺は見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。わかった、俺が先に行こう。わし見たんだ、廊下を歩いているのを。しっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。ないか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当に。リーブ。はい、7番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え？他にないのか。
では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代種の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。おバカさんね。ネオミトガルよ。約束の地に新たな魔鋼都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代種と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょっ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式 G 式も試そうと思う。加えて、もっか私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。うん、他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。どんな感じだ。白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。駆け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う、まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おう。
まずは。いや、それよりも。やはり、こっちの方が。動くな。あ？聞こえなかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ。仲良く中へ入ろうが。君たちはあれだろう、なんとかいう犯罪組織だろう。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら、行きたまえ。うるせえ、とっとと歩け。全員動くんじゃねえぞ。押さないでくれ。私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ。おお、彼女の知り合いか。それはそれは、うん、ああなるほど。ということは、つまり…何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。うん、容赦は無用だな。
北条を追うぞ。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か彼女は君の所有物なのか。マネーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。君たちには分からないだろうが、ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。待ってました。間違えたみたいだな。未知の要因があるのか。まあいい、増援は手配済みだ。残念だな、間に合わない。その瞳、ソルジャーか。ああ、違う、思い出したぞ。私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。お、なんだこれは。なんだこれは。そう、どうなってる。クラウド。バレット。分かったよ、下がってろ。
追いかけよう。なんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、喋った。あ、私とは何か。見ての通り、こういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？逃げられたか。あの野郎どうする？追いかけるか？なあ、レノ、怪我の治療を優先したらどうだ？でもよ。七番街は放っておくのか？我々に何ができる？
そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか。無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく時には返してやらないとな。本気で言っているのか。さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。クラウド、よかった、目覚めた。大丈夫？ああ。ここ？子供の頃、ここで暮らしたの。